はい、こんにちは。今日は元気かな？さあ、じゃあ座ってね。あんまり顔色が良くないのかな？まあ、じっとしてればいいよ。緊張していないかどうか少し検査するからね。服はまくらなくていいからそのままでいて。そう、はい、普通にいつも通りに息を吸ってればいいから。そう、いいよ。いいんじゃないかな。悪くないよ。さあ、じゃあ次はゆっくりと大きく息を吸ってみよう。自分の好きなように息を深く吸ってゆっくりを吐けばいいからね。そう、イメージはタバコを肺いっぱいに吸い込んで、はーっと思いっきり吐き出す感じ。ため息みたいなものだよ。そうそう、ため息は健康にいいからね。息をいっぱい吸ってから思いっきりため息をすればいい。体が脱力していい気分になるからね。よし、悪くないよ。体調はそんなに、悪くはなさそうだね。今日は何かいいことはありましたか？では悪いことは何かありましたか？辛いことありましたか？何か悩み事はできましたか？さあ、ではいつも通りの治療を始めましょう。
今日はどんな気分かな。何か食べたい気分、お腹が減ったかな、それとも眠たい、読書したい、ゲームしたい、テレビを見たい、スマホを触りたい、治療は頭の中を空っぽにすることが目的だからね。まあコンピューターみたいにスイッチ一つでメンテナンスできれば一番いいんだけれども、そう簡単にはいかないからね。こうやってちょっと大げさだけれども、心を空っぽにして明日に備えるのはとても大事だからね。今日はこれぐらいかな。もうちょっとやってもいいかな。最初と比べたらだいぶ少なめになったんじゃないかな。さあ、ではセッティングしようか。だいぶ硬くなった。こんなものかな。さあ今日の薬を決めようか。だいぶ調子は良さそうだから、そうだね、安息散、頓服六神丸、そうだね、これはちょっときついかな。これもいっぱいあるんだけれども、どうしようかな、今日は安息丸でいこうか。
うん、これは子供用だからね、そんなにきつくないから。うん、安心していいよ、後に残らないからね。香りも決めようか。今日は何の香りがいいかな。オレンジ、スイートオレンジ、アロマローザ、レモン、これはベルガモット。他にもいっぱいあるよ。グレープフルーツ、柑橘系が多いね。パチュリ、これはシダーウッド。この辺りは香水っぽい香りかな。ユーカリ、さっぱりした香り。これもライム、ジンジャー、生姜の香りだね。これは定番のラベンダー。そうだね、他にもあるよ。クローブリーフ、ちょっと甘い香りだね。これはローズマリー、これもさっぱりとした香り。他にもいっぱいあるけど、まあこれぐらいにしておこうか。うん、じゃあこれと、うん、はい、これだね。いいよ。こっちもそうだな、2滴か3滴ぐらいでもいいかな。おっと、さっぱりしたいい香りだ。直接吸い込む必要はないからね。うん、この香りを感じるぐらいでいいんだよ。少しそちら側に向けるからね。さあ、では始めよう。火が見えるかな。明るいとなかなか見えないかもね。このアルコールランプをこの中に。さあ、ではしばらく待とう。時間がかかるからね、のんびりしていればいいよ。
リラックスできるかな。もっと暗い方がいいかな。こんな感じにしてみる。間違えちゃった先生、こうじゃなくてこうだ。道理で漏れるわけだ。なんかいつもと違うなと思ったんだよ。口に持ってくる。ごめんね。よし。まあとにかく頭の中を空っぽにすること。空っぽにしようと思っても無理だからね。それは仕方ない。この香りを嗅いでから少しずつ気づいたら空っぽになっているから、無理に空っぽにする必要はないからね。どんどん悩み事は消えていくはず。考え事はしてもいいからね。悩み事はなるべく消すように。悩み事というのは無意識に行ってしまうもの。考え事というのは意識的に行うもの。もっと、もう薬が切れたな。薬をちょっと追加しよう。
まあ、
おしまい。